そういや、あんたもどっかの学校でスポーツ。ねえ、僕が何をやってるのかって、そりゃ美を滑るものとして美しさについて語っているのさ。おお、お主か。ギルド管理協会です。いいけど、ユニ先輩のフェス服。ユキのやつ、今まで出会った者たちの中で。ミッションをクリアする。いいけど。思い出が詰まってる。主様との楽
疲れ様。もう、なーに？そのがっかりした顔。いいわ。もっとして。あんたのその目つき、穴にはまった子犬みたいでたまらないわ。相変わらず、ね。覚えててくれたみたいで嬉しいわ。まあ、多少の軽口はご愛嬌ってことにしてほしいわね。だって、あんたの周りって、あんなに女の子だらけなんだもんね。ていうか、なんかまた増えたし、あんたの印象に残るためには、ちょっとくらいとんがってなくっちゃ。ね。私としても、本当は気が乗らないんだけど。ちょっとやめて。んなわけないじゃん。自意識過剰っていうのよ。そういうの。ま、挨拶はこの辺にしとくとして。始まっちゃったわね。あんたの新しい冒険。おなじみだったアストルムを離れて、ジオテオゴニア、だっけ？ずいぶんお気楽で、おちゃらけた世界って感じだけど。ドリマ、せいぜい油断しないことね。まだまだ先があるっぽいし、もうすぐ、新しい敵も乗り込んでくるし。それに、なんか早速意気投合してたみたいだけど、あの天使のお姫様や機械の子だって。今のあんたには分かってないことだらけなんだからね。それとも、何度もアストルムを救った英雄様なら、どんなピンチが来ても余裕ってこと。頼もしいわね。あら、そう。ならよかったわ。だって、あたしとしても、無双するあんたより、ピンチで転げ回ってるあんたを見てる方が楽しいし。いいじゃない。見物料なら、ちゃんと払ってあげるから。そう。感謝してよね。ほんとなら、やらずぶったくりしてあげることだってできるんだから。あんたのその嫌そうな顔と、もがくざまに、あたしが払う対価は、そうね。情報みたいな。一応言っとくけど、あたしのスリーサイズとかじゃないからね。知りたかったら、口説き落としてみせなさいな。あんたには無理だろうけど。おー。ねえ。その話、ねえ。今、あんたたちは、三つのペナルティを受けてるの。そう。制約とか、代償って言ってもいいかもね。本当なら絶対に不可能だった願いを叶えるための代償。上がれないはずのステージに上がったことによる制約。条理をねじ曲げたペナルティ。そうまでして誰かを助けたいだなんて。人間ってすごいわね。ああ、残念。今日はここまでね。もう少しあんたのおまぬけな顔、楽しみたかったけど。まあ、いっか。次の機会ってことで。これから見せるのは、あたしの見物料。
あんたの物語の。なんて、それは前にも言ったっけ？ついでにおさらいするなら、私はあんたの味方ってわけじゃないし、あんたをからかって可愛がってあげたいだけ。じゃあ、いってらー。また会いましょ、ヒーロー。して車をヒッチハイクして、監視カメラがありそうな道を避けながら歩いて歩いて、ようやくあなたのお家にたどり着いた時はもう本当にヨロヨロのフラフラでバタンキューって感じで、久々に爆睡しちゃいました。あ、シャワーをお借りしましたから、お布団は汚してないですよ。服も着替えましたし。まだニュース見てないですか？その、私の母国、現実のアストライア王国に革命が起きちゃったこと。はい。私の国、もっと言うなら、アストライア王家は、レジェンド・オブ・アストルムのメインスポンサーでしたから、例の懲役が起きた後、国の外からも中からも、やり玉にあげられてつつき回されてたみたいで、まともに政治ができないくらいの不安定な状況だったそうです。私たち王族もちょっとだけ残った土壌的な人たちがここに来たら、あなたにそれにどうしてもねやりたいこともやるじゃん。失礼します。オフィサー八咫神、エージェントフェイスレス。ああ、待っていた。ブロンズエイジ計画ですが、例のモジュールは発見できませんでした。格納現在。いいな、相手は何？お前の任務は継続だ。モジュールは重要だが、隠し押せるものでもないだろう。女の子との思い出がた。Thank you.
任せなさい。君たちは速やかに立ち去るんだ。待ってほしいさ。今は機嫌が悪いだけなんだよ。とは言っても町に被害が出ている。見逃すことはできん。本当ならいい子なんだよ。分かってくれないなら。カオリさん、わわわ、超危ないっしょ。マンクルないさ、信じてるし。これ以上は全員突撃。わたあめちゃんを信じる香りを僕は信じる。諸君にそう言うなら、シュチューナさん、私たちもマーチオッケー。カオリさん、任せましたよ。ごぶんを。
そういや。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。そういや、あんたも